はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズ時代、前回はね、このペラルホールというものが行きまして、私が引きこもりに成功しました。祝引きこもりです。で、今回はもう引きこもり完了したので、どんどん考えてもう成敗しに行こうかなって思ってます。どこにいますか。ほら行こう、ほらほら上がってこい。みんな大好き人間様だよ。ごめんごめんごめん、悪かった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 。あ、いいこと考えた。ちょっとさ、ブロックによってはさ、あれじゃない、この何、ゴアブロックが出来上がらないブロックってあるんじゃない。もしそうならば、それを利用すればあれじゃないかと思ったわけですよ。それを利用すればゴアブロックを作られずに強化し放題みたいな。意外と意外と意外とさっき放置してたのが効いてきたの。地味に地味に効いてきたのに、嫌だ。もう当たってるだろう。当たってないから生きてるんですね。すげえ。いや、ごめん。ごめんごめん。ごめんごめん。やべえ。やべえ。頭当たんねえ。頭当たんねえ。できた。びっくりした。人段落したーとか思ったら、びっくりした。目の前にいた。ゴミだね。これスクラップにしよっか。どのスクラップ、マグナムとかね。スクラップ、AK もゴミだからスクラップ。私は本を読んだんで、マグナムみたいな。あ、お前どうやって俺の足を落とすの。なんでなんで終われんといけんの今のは。今はちょっと悔しいかな。
しかも喉乾いてるし俺やば。喉乾いてるけどなんもないよね。薬飲みすぎたかな。そう、薬飲みすぎた。水のドロップ率下がってない？そんなことない？つかここすごいことなってるね。ちょっと待って。私は水が欲しいで。ダメだもん。これ行こう。通して。通して。水が欲しいです。水。本当に水じゃないのがいいけどね。ダメ俺。下折りを一回。これゴミ。よかったね、フェラルやっと耐え切ったよ。ついにだよね、ついに。ついにまともにフェラル対決したね。この調子でいけば、あれだね。何日目だっけあれ。90日目出れね。どうしよう、出れない俺が。出れないね。それやだな。どうしよっか。よいしょ。で、ちょっとお出かけします。お出かけまーす。召喚の儀式を行わないといけないから俺は。どうしようかな。めんどくせえかも。この時上がってくるでしょうかって。同時につけるとか必要ないと思う。さて、耐えたね。しかし嬉しいな、嬉しいな。あの要塞耐え切りましたね。設計成功ってことだね。あれ二重にしてたらさ、本気で何も入ってこれなかったんじゃないの。そんなことないかな。ちょっとゾンビ、わかねえか。燃料追加。ヘラルじゃねえな。サダコです。エラル終わった後に召喚の儀式やってるとかバカだよね。でも今回の召喚の儀式は貞子を倒すことに目的があるから、貞子に召喚してもらいたいわけじゃなくって、貞子を召喚することにも目的自体があるから。あれわかねえ。困るよ、そんなんじゃ。
湧いてくれなきゃ。え、こんなに必要でしたっけ、サラコ分かってんの。もしかしてさ、ペラルコード来たからさ、セット来たのかな、あのヒートチってやつが。ヒートチってリセット感あるだろうね。それともフェラルの後はただことないとか。あと14分でサダコ来てくれないと困るんだけど、さすがに来るわな。来ないわけ、サダコが来ないわけがない。本当に来なかった。俺も焚き火で字書いてしまうぞ。ちょっともうめんどくさくなってきたぞ。とは言っていない。一人の貞子が来てくれれば問題は解決するんだよ。来たー、ウェイ。待って、火消さな。火を消すかな。火の貞子が来ちゃう。友達、よーし、これでスキルポイントにゲットしたぜ。ふう、あ、600つけてたわ。これで落ち着いて何ができるかわからんけど、ふう、よし。じゃあ被害状況見ていこうか。あ、ここ破られたんだね。なるほど、ここを破って攻め込んできたのかな。え、そうなのかな。なんか壊れてるもんね、ここら辺ね。多分ここら辺でどうにかこうにかして攻め込んできたんでしょう。さっき崩壊したのが見えたもんね、遠くから。それともこれ俺がやったっけ。いや、こんな壊されてるってことは俺じゃねえな。とりあえず何かしら壊れてるんで、うまいこと柱のところ壊して、三角、このなんだっけ、コーナーフレームっていうのかな、あれが崩れ落ちて下のスパイクが壊れた感じかな。ちょっと寝たいけどな。まあ一回適当に寝とくか。で、こっちは、こっちは、松明がめっちゃ明るいね。ボスやし、スコップで掘りましょうか、こいつら。行って。そうだよ。ここは、ちゃんと、スパイクがあるから。外はね、スパイク置かなかったんだよね。だってことはですよ。ってことはですよ。さらに面白いこと思いついたかもしれない。こっちちょっとコーナーつけとこっか。あ、コーナーコンクリートだって、これでいいや。本当に？合ってるかな？今面白いこと思いついたかもしんない。お、いいね。いいね。よし。ちょっとね、どうしようかな。それをやる前に、まず、この
下焼けちょっとじゃあまだ、できるかどうかもちょっと計算してみないと分かんないから、思いついたけど正しいかどうかの判断まだしてないんですよ。コーナー持ってないね、もうね。まあいいや。で、ここにスパイクがあるわけでしょ。いけるんじゃないか、ちょっと。コーナー、フレーム。ちょっと面白いことが思いつきました。昔というかライブでさ、ちょっとピラミッドみたいなの作ったじゃないですか。どこ行こうかな、違うかな。実験場行こうか。ピラミッド作ったじゃないですか。ピラミッドの中にこれを置いたら、もしかしたらもしかするんじゃないかって今思ったんですよ。つまりこういうことですよ。こうしたら、まあ、崩れるんだけどね、後から。これやばいよね。これすごくね？ここ壊れ、スパイクトラップが壊れた瞬間、こっち崩れ落ちてくるんだけど、これは意外と面白いぞ、この構成は。これをどうにか、こうにか作れば、結構面白いもの作れるぞ。つまり、こうしちゃえばいいんだもんね。こう。まあ、これ今、あれでやってるけど、つまりこうだよね。こうしちゃえばこっちは食らうし。半分か。それじゃ面白くねえな。それじゃ面白くないな。しかしこれ強化し続けないと崩壊するっていうのも面白くないもんね。リスクがあるもんな、それは。ね、動かないと食らわない？そんなことない。ゾンビだって多分食らい続けるよね。これちょっと面白いと思います。こうすればね、こっちに、いつもみんなは、こう来て、こっちの先にスパイクトラップいっぱい仕掛けてるんだよ、こっちに。こっちとか、この回り込むところ。これ道中もちゃんと食らうからね、この方式だって。ただこれ修理できないけどね。そこであれだよね。俺がさっき使ってたやつがここの上に来ると。でもそれが起きたらさ、この下が崩れちゃうんだよね。こう。いや、そしたらさ、これさ、崩れた時に、これ崩そうか、一回。崩れたら多分木の塊になっちゃうんだよね。うわ下のフレームまで巻き込んだわ。あれ、ちょっと待って、俺今面白いこと。フレームじゃない、なんだっけ、ログ。30個じゃん。30個も回収できてねえかな。2、5、7、9、11、13、20だね。全然足りないわ。
まあだね。しかしまあ確実に言えることは、この方式は俺が今まで作った要塞の中では最高級にいいと思います。こっちちょっとバラした後で、これコンクリートに全部張り替えれば耐久度バリバリだから全然いい。コメントもらったこのこれを内側にっていうやつをちょっとやればね、あと鉄を掘りまくって、なんだあれですよ、あれ蓋して上から攻めてこないようにしてしまえば勝ちだね。それぐらいかな、多分それぐらいで勝てるよね十分。あいた、あれはあれじゃない、十分いいと思います。松明は後で邪魔になっちゃう。そっか結局上のポールは一箇所も破壊されませんでしたね。ここは一箇所も破壊されませんでした。というわけでうまいことゾンビを食い止めてたんだね。問題はこの下の三角スロープがやられたこと、もう一個はこの下が耐久度不足だったこと、鉄不足に、鉄不足っていうか土ってことによりだけどね主に。ということで鉄を掘りまくれば、いいね。でもって、あと一つ問題があるのはね、犬なんですよ。犬が意外と入ってきてたから、こいつらをどうしたいか。ここ蓋してもさ、届くんだよね、多分ゾンビの殴るのが。こうしたとしても。犬確かにはまる。はまるし、いいと思うけど、向こう側から多分ゾンビ攻撃したら届くんだよね。それで警察官殺せねえし、こっから。いけるか。もうちょっとナイスなアイディアが欲しいな。まあ、どちらにせよ、これは成功だから、これを二重にしたらまあ勝ちです。やるつもりはないけど、これを今ここにあるし、この先にもちゃんと作れば相当耐える。あそこで耐えてやばくなったら1個下がるっていうのをやればいいよね。もうほん普通にフェラルフォードやるならスパイク並べちゃえばいいんだろうけどね。いやー、よかったんじゃないでしょうか。もうちょっとね、大変な目に遭うかと思ったんですけど、うまくフェラル乗り越えられたと思います。で、次のフェラルが、多分最大級なのかな。多分ね、新しいゾンビが来るようなことを、コメントか、アップデートログで見たような気がするんでね。それを楽しみにして、で今のところアンケートの感じを見ますと、そうアンケート取ってるんですね、私。外部情報見るか見ないかっていう、なんでそれの感じですと外部情報輸入してっていう方が多いんで、多分100日まで行ったら面白いの拾ってこれればいいなと思ってます。多分チャンネル登録してくれたら、私のチャンネルのトップページがそのアンケートのやつに変わると思うんで、よろしかったらそれ答えてくれたら嬉しいです。もしくはアップロードした動画の中で、生か忘れちゃったけど、そのちょっと前にアンケートっていうのがあるんで、それに答えてくれたら嬉しいです、ね、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ふぅ、なんか勝ち誇った感じ。 100% 勝利ではないけどね、まあ、犬とか入ってきたから結構嬉しい。
というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録を押していってください。7days毎日あげてます。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。